もう一つの技術、バイオテクノロジーについて、簡単にご紹介させていただきましょう。バイオテクノロジーといいますのは、生物が持っているタンパク質、遺伝子などを直接または間接的に社会や暮らしに役立てる技術であります。どのようなものがバイオテクノロジーの恩恵を被っているものかといいますと、ここに簡単に、紹介してあります。例えばヨーグルト、チーズ、味噌、アルコールやキムチ、どのようなものかといいますと、例えば牛乳や大豆、お米なんかを発酵させたものです。発酵と言われるものはどういう現象かといいますと、細菌などが持っているタンパク質が、これらの物質中に含まれているでんぷん、タンパク質などを分解して有用なブドウ糖やアミノ酸に変えてくれる、そういう働きです。実は牛乳からヨーグルトへ、チーズへ、味噌へ、健康食品なんかでも皆さんの身の回りにあふれているいろんな商品というものは、実はバイオテクノロジーの恩恵を被る一つの商品として挙げられます。同様に食品から離れていきますと、どういうものが変わるか。例えば皆さんが日々洗濯しているような、例えば酵素配合の洗剤、よく洗剤のパッケージなんかを見たら酵素配合ってあると思います。酵素が配合してあるとどうなるか。実は油汚れを落とす酵素、襟汚れを落とす酵素、いろんな酵素が中に入っており、繊維に付着したいろんな成分を分解して汚れを落ちやすくしてくれる、これが一つの役割です。また遺伝子組み換え作物、最近では医療技術の進歩による例えばクローン技術、そういうものも実はバイオテクノロジーの大きな恩恵となっております。さらに今日最後の方でお話しさせていただきます犯罪捜査や親子鑑定、こういうところに関わる遺伝子の鑑定技術も実はバイオテクノロジーの一つの大きな恩恵として合わさっております。